どうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義の時間です。速稼塾の久保がお届けします。今回奈美さんの方からね、起業してモチベーションを保つ方法っていうね動画を送っていただきました。振り返ると私も起業した当時、まあもうね20代の頃になりますけども、起業した当時はとにかくね、かっこよく生きたい、金持ちになりたいというね気持ちだけでした。なんせね、経営者っていう響きがかっこいいなとサラリーマンの時から思っていたんですよ。社長になりたいなというふうにね。で、その憧れだけでやってきたもんですから、どんな商売をどんな形でするのかなんてことは全く考えてなかったですよね。だから当然うまくいくはずもなく、それから十数年赤字路線を進むわけなんですけども、私がね起業して黒字になったのって40を過ぎてネットビジネスに出会ってからなんですよ。その時にネットビジネスの講師の方にいろいろと教えてもらって、それまでねずっと自分はビジネスをやってきたつもりだったのに、あ、何も知らずに何も教わらずに来たんだなってことに気づきました。ネットビジネスの講師はネオヒルズっていうところのね、まあ、あのなんて言いますかね、なんとかさんっていうところね、まあ、土屋博さんって方から教わったりとかね、あと与沢翼さんからね教わったわけなんですけども、当時地上波にもよく出ていた、まあ、時代の申し子というふうに言われていたのかなっていうふうな記憶はありますけども、まあ、いわゆるね半分ねちょっと怪しい人たちみたいに思われてたところもあります。まあでもビジネスに取り組む姿勢っていうのは真っ当でですね、集客のために信頼関係を構築することとか、それから失敗を自分の材料にすることとか、本当にね、私はね、ビジネスをね、一から学んで今に至るんで、ネオヒルズ族にはね、感謝してもしきれないっていうところでございます。ただ、ネオヒルズ族っていう言葉に対しての多くの方のイメージっていうのはかなりネガティブなことなんでね、そういうのも徐々に払拭していきたいなって気はあるんですよ。うん、やっぱりね、ビジネスなんで、結局人の信頼に応えなければ、リピートが起きないんですよね。で、結果、長く続けることができません。で、私今思ってるのが、なんだかんだで10年以上やってるなってことなんですよ。そして、ネットビジネスというと、最初はアフィリエイトだったんですけども、その他ね、転売ですとか、暗号通貨とかね、投資案件とか、様々関わってきて、ネットワークビジネスもやってきました。すべてのビジネスにおいて、私は一定の成功と攻略をしてきましたんで、ビジネスの指導がね、全般的にできるわけですよ。で、その中で私思うんですけども、モチベーションですよね。今回のテーマである。どうやって私がモチベーションを保ってきたかっていうことの一つなんですけども、失敗が私のモチベーションになったんですよ。というのがね、私がいろんなビジネスにこう取り組む中で、必ずうまくいかないことって出てくるんですよ。その時に思ったんですよ。あ、ここで多くの方が退場していくんだなと。だから自分は退場せずに一歩二歩進むことによって、この困難を乗り越えてうまくいかないことをうまくしたよっていうふうな経験をたくさん積むことかなと。それが私の商品になると思ったんですよ。ですんで、私の方に相談して、に来てくださるね、塾生の方とか視聴者の方が、こんな問題が起きてつまずいてますっていうと、私はすでにその問題解決済みなんで、すぐにアドバイスができるんですよね。だから私からの返信って早いでしょ。しかも動画付きでしょ。だから私具体的に解決したことばかりなんで、お寄せいただく質問のほとんどに答えれるんですよ。今までね、答えられないことは全くないですよね。そうなると、すべての人を稼がせることができるっていうところまで来てるんですよ。ただし、私がアドバイスをしても、実行しない人は稼げません。ただそれだけなんですよ。本当にやるかやらないか、それだけだっていうふうに、ずっとね、長い間私も言われてきてますけども、すべてのことをやらずに解決することはないっていうふうに私はね、コロナ禍で決めて、解決できてないってことは、やっていないことっていうことだっていうふうに、今はね、考えてるんですよ。まあ、間違いはないかなと思いますけどもね。ということでね、今回も多くの問題を解決して10年目を過ぎて、もうすぐ11年目。あ、気がついたらもう11年なのかな、私はね。うん。だいたい6月に始めましたからね、6月14日に初めてのアフィリエイトをやって、それから7月の20日、1ヶ月の間に80万円を稼いだっていうのが私のネットビジネスの初任給ですから。うん。だからそういった形でね、一気に収入を変えることができるのがこのネットビジネスの魅力。なんで収入を一気に変えることができるかっていうと、経費がかからないんですよ、集客に。この YouTube、集客のために撮ってる、そういった考えもありますけども、これただでしょ？だから私今ね、2万4000本の動画を YouTube チャンネルにアップしてるんですよ。うん。うん、全然お金かかってないですね。そればかりか、収入が、広告収入が得れますから、活動費が出てくるんですよ。で、先月からはね、サブチャンネルの方を、もう一つの政治系チャンネル、黒幕という形でメインチャンネルにしまして、こちらの初報酬も昨日入りました。うん。まあまあ、わずかですけどもね。まあでも、そうですね、高校生の夏休みのアルバイト代ぐらいになりましたよ。ちょっとしたもんでしょ。うん、これを2つの今ね、YouTube チャンネルの、なんですかね、収入源として、まあ他にもあるんですけども、主に皆さんにお知らせしているのはこの2つってことになりますね。うん。だからね、失敗したことが将来役に立つかもしれない
今のうちに解決しておこうっていうふうな形で、そのためにモチベーションになりました。多くの方はうまくいかないことがモチベーションの低下っていうふうに考えますけども、私はね、うまくいかないことがモチベーションの向上に資したってことになりますかね。はい、じゃあ今回は以上でございます。お疲れ様です。